港内日野駅は、滋賀県加茂郡日野町にある、大見鉄道本線の駅、当駅清川駅間において、朝と夜に当駅を、始発、終着とする便が運行されている。大見鉄道本線が、八日市日野間を1900年に開業した際に、当駅は開設された。当時、大見鉄道では、建設費用を抑えるために、駅を郊外に設置する方針であったが、 地元ではより町中心部に近い場所への設置を求めて、陳情を行ったという記録が残されている。1916年に、大飛船を設置する工事のために駅舎が改築され、その費用の57%を地元の住民が負担したほか、必要となる土地も地元の村が買収した上で、大見鉄道に寄付した。大見鉄道本線の中でも、輸送量の少なかった八日市木部川間で、 費用の節減を狙って1986年から LE カーと称するレールバスの運行を開始し、このために日野駅構内にはレールバスの車庫と給油、給水施設が設置された。しかしレールバスは整備に費用がかかる傾向にあり、また輸送力が不足していたことからラッシュ時に電車の運行が残されていたこともあり、1996年にレールバスの運行は終了となって、 全列車が電車による運行に戻された。築100年以上経過し、老朽化が進んできた駅舎の取り壊しが検討されるようになってきたが、地元の日野町では、駅舎は町の宝であるとして、保存のための予算を計上するとともに、ふるさと納税制度やクラウドファンディングによる資金も合わせて、約7300万円を投じ、耐震補強の実施や、 タクシー乗務員待合室に使われているスペースに観光案内所やカフェスペースを設けるなどの改修事業を実施する方針となり2017年8月1日にまず駅、ストム部分が共用開始10月1日にカフェ併設の観光交流施設7色がオープンしたさらに 上り線ホームに1965年に建てられた木造の待合所も老朽化が深刻であったことから、日野町がふるさと納税と国の交付金を合わせて2204万円を集めて、大見鉄道に補助金として交付し、建て直しが行われて2019年2月28日に供用開始された、大見鉄道の主要な駅の一つで、日中のみ有人駅となる。 相対式ホームの間に抽選を挟んだ2面3線の地上駅でホームは千鳥配置となっている。抽選が一線スルーとなる配線である。駅舎は東の1番線側にある。反対側の2番線へは遮断機のついた構内踏切で連絡している。両乗り場とも折り返し可能であり、当駅発着の列車に活用されている。駅舎は1900年開業以来のものであると、 考えられてきたが、1916年に退避戦、増設工事のために改修工事を受けていたことが判明した。なお、私鉄最古の現役駅舎とされ、2016年1月に役目を終えた南海電鉄浜寺公園駅の駅舎は1907年地区であり、日野駅も現役最古級である。2015年12月、大見鉄道は、 駅舎解体を検討中と日野町に伝えたが、藤沢直広町長は、日野の宝として、現役舎の保存に向けて、大見鉄道と協議を進めていると、2016年3月に、町議会で明らかにした。その後の駅舎再生工事を経て、2017年10月に、観光案内交流施設、7、色として共用が開始された。上り線ホームには1965年建築の、 待合施設があり、付近の田園地帯を見渡せる窓があることから人気を集めていたが、老朽化が深刻であったことから2018年6月に着工して建て直し工事が行われ、2019年2月28日に新しい全長約18メートルの木造上屋が共用を開始した。1986年から1996年に妖怪地木深川間では、 レールバスが運行されていたが、それに合わせて、当駅にレールバスの基地が設けられていた。現在もその名残で、校内は広く、屋根のついた車庫も残されている。当駅の窓口では貢献が日常的に用いられており、自社船内の駅と清井川経由で JR 西日本の駅までの乗車券を購入することができる。近年の1日平均乗車人員の推移は、下記の通り。 駅自体は、日野町の西の外れにあり、町の中心部からは 2km ほど離れている。駅の西側は、田園地帯で、住宅地は、駅舎のある東側に向かって広がっている。大見鉄道、本線町日野駅日野駅、水口松尾駅あたり駅と、水口松尾駅との駅間距離は 4.9km あり、大見鉄道では、最も長い。水口松尾駅の開業前の隣駅は、 水口駅であり、さらに 1.1km、長い 6.0km も離れていた。ありがとうございます。